武田康弘とは、日本の哲学者、教育者。白樺教育館館長、白樺文学館のコンセプト立案者及び、初代館長。現代の大学などで教えられる一学問としての哲学を批判し、ソクラテスによって生み出されて定義された、本来の意味として、哲学を捉え直す個一思想の提唱や、現在の公務員制度を維持する思想的土台への批判とその観点による参議院の現職公務員に対する抗議、中学生等に対する丸刈り強制に象徴される管理教育への批判や体罰問題等の是正を行った活動などで知られる。また、2009年に参議院事務総長より参議院行政監視委員会の客員調査員に任命され、国会に勤務する官僚へ日本国憲法の哲学的土台について講義を行う。1952年、東京都千代田区神田須田町生まれ、学生時代より大学内哲学に疑問を抱いており、これが後の思想形成につながる。1976年に千葉県我孫子市に支事校開設、同時に我孫子教育研究会を主催し児童教育のあり方を模索する傍ら、1982年にジャンポール・サルトルやメルロ・ポンティ等の翻訳者、紹介者として知られる哲学者、竹内義雄に師事する。1987年、自身の手で我孫子哲学研究会を、1989年には竹内と共に討論塾を立ち上げ、市民の政治参加のための新しい思想を考え、また、それを支える。市民同士の対話文化を生むための活動などを行う。この時の活動と思想は、第8.90 代千葉県我孫子市長である、福島博士彦による我孫子市政運営の思想的土台となった。また、同時期に、我孫子市の中学校で行われていた管理教育を是正する運動を行い、体罰問題などの是正を行う。1999年、我孫子の地に、白樺文学館を創設する構想を練り、武田哲学に賛同していた、佐野力の資金協力のもと、白樺文学館の建物や収蔵品の選定と収集、また、館内の展示等全コンセプトの設計を行い、白樺文学館初代館長に就任する。2004年に自身の私塾を発展させた白樺教育館を創建し、小学生から、大人までの全年齢を対象とした意味論による教科の学習と対話方式による哲学授業を行っている。2008年1月22日、公共哲学論争を巻き起こした武田と公共哲学運動の中心人物である金安正、山脇直次、また現職の公務員である荒井達夫を合わせた4名でのパネルディスカッションが参議院内にて行われた。この時武田が示した国家公務員法第96条の理念を哲学的に説明する公務員倫理の原理は、後に行政監視委員会調査室が注目する武田政治の公共的良心の概念とともに、公務員制度、公務員倫理について主権在民の原理を徹底し公務を正常化させるため不可欠であるとの意見調査書が、行政監視委員会調査室によりまとめられている。市は哲学書の読解に終始する既存の哲学に対して問題提起を行っており、その実践として積極的な思想提言、発信をしている。以下に主な思想を提示する。ありがとうございます。